川島真織は日本のプロレスラー。京都府京都市西京区出身。周囲は田んぼばかりという地で育ち、当時を野生児でしたと会子。小学生でバレーボール、中学でラグビーを経験。小学校時代にプロレスを知り、やりたい思いに駆られ、プロレスごっこを始めるも、やりすぎて持ち上げて投げるの禁止令が発令される。その後、就職するも長続きせず。 17歳の時、やりたいことをやろうと思い焦がれたプロレスラーへの夢を叶えるため様々なプロレス団体へ連絡。最終的にシアタープロレス課長風月を選んだ理由は、すぐ返事をくれたからだという。2014年4月、練習生としてリング上で挨拶をし、その翌月に上京。練習がきつく、3ヶ月間は何度も逃げようと思ったが、 逃げたらダサいと思いよぎり耐え抜いた。デビュー直後2014年11月の新宿フェイス大会で服部健太とエキシビションマッチでリングデビュー。5月30日浅草橋ヒューリックホール大会においてデビュー査定マッチで合格を勝ち取り、6月20日の王子神やバビロン大会で塚本匠を相手にプロデビュー。プロレスセンスは 評価が高く、同年7月13日には、VKF プロレス、マンデーナイトブロールに、服部健太とのタッグで出場。正宗新正樹組と対戦。また7月20日に行われた第1回課長風月、1データッグトーナメントでは、正宗との指定コンビを結成。服部健太三尾義久組に赤敗した。10月19日の VKF。 新規バファーストリング大会では、出場予定選手の欠場のため、急遽自身初となるメインイベントへの抜擢を受けた。6人タックで、岩群、松田キング慶造から金星を挙げ、デビューから4ヶ月目の初白星となった。2016年より長期欠場中。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名館2019では、 課長風月所属選手から外されており、この年までに対岸扱いとなっている。長らく欠場を続けていたが2019年10月22日、山本雄二郎自主工業でのザブルーシャーク竹村、光一、中川達彦、女子オブライエン組戦で約2年ぶりに実戦復帰を果たす。2021年には課長風月時代仕立っていた。 勝村修一郎とシングルマッチで対戦し、16分11秒で敗北。2021年9月26日、清水元氏、メンズ帝王組の持つキャプテンオブザ・シークレット・ベース、無差別級、タック王座に花岡と共に挑み、王座初挑戦にして、初体感を果たす。試合後には、シークレット・ベース入団を表明した。ありがとうございます。